どうも皆様、黒沢楽器福岡みんな天神店アコースティックギター担当の吉沢です。よろしくお願いします。今回紹介するのはスロバキア製のドイーナです。こちらはですね、僕が、G クラブ渋谷というお店でですね、いた時に、取り扱い始めたブランドになるんですけれども、まあなかなか面白いギターです。もともとはあのフィンガー系のが流行ってた時に、ちょっとフィンガー系のギターちょっとないかなって言って、見つけたやつなんですけれども、ちょっと割と思わぬ方向に行っていて、フィンガー系というよりは、まあ、割とあのストローク系のオールラウンダーな感じに自分は印象を感じます。でとりあえず、ちょっと説明が長くなってそうなんで、ちょっと文章を読み上げます。東ヨーロッパの内陸国、スロバキアの首都ブラチスラバ近郊に工房を構えるドイーナ。今ではデイビン城と呼ばれる古城ドイーナがブランド名の由来です。本機はドイーナのトップルシアが手掛けるフラグシップシリーズ。トップ材に採用されたドロミテスプルースはイタリア北東部にある産地で、東アルプス山脈の一部であるドロミテ地方で産出したスプルースです。定番の人がスプルースよりも白さが際立ち、サウンドにおいても硬質さと甘さを程よく兼ね備えた木材で、ストラディバリなどの名のあるバイオリンなどに使われるスプルースのみがこう呼ばれます。つってね、ちょっと読み上げてみましたけれども、今回紹介しているのが3つ、まあ、本当は全シリーズ撮りたかったんですけど、さすがにちょっと間に合わなくてですね、撮れませんでした。で、まあ、まずここにあるのが、アンバーロードシリーズ。これもちょっと読み上げます。バルト海で産出された宝飾品として用いられた琥珀をアドリア海へと運ぶアンバーロード、琥珀の道と呼ばれる、通商路の、一大中継都市でしたと。これを由来にして、アンバーロードは、欧州を北へ南へと旅する、古のロマンを、名に冠し、またその名の通り、琥珀をヘッドストックにあしらったドイーナシリーズの象徴というべきモデルですとになりますね。こちらなんですけれども、まず音はそのローズウッド、トップがドロミテスプレース、サイドバックがローズウッドを使ってるんですけど、なんかローズウッドらしいっていうよりはちょっと変わった感じの音がします。そうですね、なんかこうちょっと重めの音とか欲しい人とかは結構いいんじゃないかなと思います。で、こちらの、アチェロなんですけれども、こちらは、もう楓っていう意味ですね。その土地の言葉にはそれぞれの力があり、インスピレーションをかき立てられるものです。アチェロとはイタリア語で楓を意味する言葉。その名が表す通り、アチェロはボディのサイドバックはおろか、ヘッドストックには、ネックに至るまで、その全ては、華麗なフレーム柄を持つメープル材で統一したとても美しいギターだそうです。そんな感じですね。こちらもですね、すごく、木目が綺麗なものにはなっているんですけれども、そうですね、こちらは僕的にはこれが一番こう軽やかで、ドイーナのなんか代表的って思えるシリーズかなっては感じます。でこちらはそのメープルのサテンフィニッシュにしたシルクロードシリーズですね。シルクロードシリーズは、バルト海で産出した琥珀を、アドリア海へ運ぶアンバーロードなど、アジアとヨーロッパを結ぶ、通商路がシルクロードですと。とりわけ、特に遊牧民が用いた草原の道はアジア北部から北に至るルートであり、紀元前から東西の文化交流が盛んに行っていましたっていう感じですね。草原の道だそうですね。それがシルクロードだそうですね。っていう感じですね。これはサテンフィニッシュになっていて、後ろがですね、3ピースバックになっているモデルになります。あとはですね、これはここにないんですけれども、結構面白いものもあって、ダブって呼ばれるシリーズで、ダブだからメイプルとかじゃなくて、ヨーロピアンオーク、樽の木材を使ってやってるものもあったりとか、あとココボロを使ったシリーズなんかもあるみたいで、結構面白いギターにはなります。でまあイメージするのは、その指でこうチャララーンとかこうなんていうかチャラララン弾いたりとか、あとオープンチューニングとかそういうのでやるイメージですけど、どっちかというと結構音はカッティングとか割とストロークに合う感じにはなってます。でなんていうかな、通常のギターよりも、例えば
最近このカッティング系の、三大ギターで一つありますけど、それがちょっと音的にもうちょっと面白いのないかなとか、あとみんな持ってるから違うギター持ちたいなっていう方には結構これを勧めて、これいいじゃんって言って買ってかれる出る方多いです。だとこのギターなんですけれども、こだわりがあるがゆえに、この作ってるルシアというか、ほとんど社長のワンマンに近い状態で、社長がもし病気になってしまった場合、ギターがその年作れないぐらいにかなりこだわられてます。なんか一昨年か何かがなんかそのルシアの方がその社長が病気になっちゃって、しばらく作れなかったです。それぐらいかなりこだわられたギターなんで、面白いんじゃないかなっていう感じあります。ちょっと結構賛否両論なギターで、割とコメントでも書かれちゃってた時もあったんですけど、なんていうか思ったのと違いますけど、オールラウンダーの方で考えると結構面白いギターなんで、ぜひ参考にしてください。僕は結構おすすめなんですけど、皆さんは参考にしてください。これがすごいいいです。僕にとっていいですけど、皆さんにとっていいかは別だと思うんで、それを参考にして見ていただけたらいいなと思います。それでは、どうぞ。
がでしたでしょうか。まあ、ちょっと分かりやすくなるように、いろいろ、まあ、ブルースとか、そこら辺も入れてみました。それでね、まあ、このギターが、まあ、いろいろな、演奏ができるんだなっていうのを見ていただけたら幸いです。もし、このドイナー気になる方は、黒沢楽器、福岡ミーナ天神店、福岡ミーナ天神店に、このギターはまだございます。ぜひ、直接お店に来て見に来ていただけたら幸いです。それ以外でもね、たくさんのギターありますんで、ぜひ遊びに来てください。あとチャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあまた次の動画で、さよなら。